電車でゴールプロフェッショナル仕様、今回上越線を115系で使います。ちょっと駅が多い感じがするのでポイントだけ押さえて行っていきます。進行という感じですね。最低85は大事な問題じゃないですね。まもなく千代田です。千代沢停車。どういうつもり？ちょっとどういうつもり？15キロ制限、場内進行制限15キロまで上げて、上がってないな、ギリギリ上がってないな。上越国際スキー場前停車。OKOKOK。 あれ、あと20秒か。ちょっと時間があるな。残り6秒。ちょっとどうしまった？全然悪くない。大沢停車。大沢前止まるか。結構危ないね。待って、これ20秒ちょ時間の余裕がひどいな。ありすぎだな。あ、15秒停車。20秒ちょっと待って。あー20秒3あーもうファイヤー。最後、石越から石越沢間 3.5 キロの直スーパー直線区間ということで、さあ最高速度直線何点だろう、この車両は。63、114、65、どこまでいける？第2平速進行119か。 OK、 まもなく越後崎、ありがとうございました。越後湯沢の次は岩っぱスキー場前に停まります。あ、大丈夫これ、このカーブで引っかかるんじゃないか。場内進行、あと1分ちょい、時間の余裕がありすぎだな。越後湯沢停車。残り50秒。
り忘れる必要ないけども終点だから。ということで、基本的に難しい路線ではないと、スピード出し放題、出し放題でもないな。いや、たまに、駅間が短くて、で、意外となんか、60キロぐらい、80キロぐらいかな、フル加速してずっと、そこから一気にブレーキングするっていう区間もあるので、で、そのほか、まあ、得てして装着 しやすいし、駅の方も短かったりするんで、2駅3つぐらいかな、ぐらいにそういう区間が多いんで、短め、駅の距離が短くて、すぐ停止位置が来るんですよね。感覚の違いに惑わされてる。感覚の違い